そうです。はい、というわけで今回は奈良の生駒宝山寺駅に来ております。更新久しぶりやな。うん、確かに、うん、滞ってて皆さんちょっと申し訳ないです。200万人晴れて達成したというわけでイベントやったり、うん、ほんまに昨日イベントやった、うん、でそれがやっと終わったということで、うん、皆さんのおかげでここまで来れました。そしてまた走り出すことができます。で早速撮影に奈良県に生駒に来てまいりました、はい、めちゃくちゃ久しぶりやで。俺小学生中学生の時にめっちゃ来てたからな、うん、生駒遠足とかで、うん、生駒さん県やから覚えてないですね。ほんまに、うん、夜景はよく見に来たけど。そう夜景スポットやったりとか、うん、俺もチャリで来とったからな、うん、この山を。うん、やばい、この辺まで大阪市の生野とか鶴橋とかの方からもうチャリで来てほんまにチャリで来たよ。一人でやで、しかもそれはやばいな。うん、一人でほんま中二病やったから、うん、旅やってあの見えてる山まで行ったらどうなるんかな思って、うん、ほんまに山この辺来とったの、うん、で今回のところ鳥居前駅っていうところからこれ、うん、あのこのケーブルほらこれかわいい電車。うん、これ日本最古のケーブル。大正7年からあるわけだから。やばいな、分からんすよ。100年以上、うん、日本最古のケーブル、最長でもあるらしい。で、あれまあでもその時の古いタイプのその当時の車両は2000年までやったらしい。2000年2月までやったけど、うん、もう今はだから別のに改良されたあれ、うん、あれちょっと人気やな、あれブルゴ犬の犬のやつとか、あと猫のやつとかあったりし、それが人気らしいな。これに乗ってきたわけやけども、うん、今回やねんけど、あ、ちょっと待ってな、ケーブルが動いた。あんな感じです。なんか観覧車みたいでええやん。ほんまやろ。大人も子供もああやって乗って、うん、日本最高のケーブルを楽しんでるわけやねんけど、ここ宝山寺駅やから、うん、宝山寺っていうあの由緒正しきお寺があるわけやねん。ただ今回はそのお寺やったりこのケーブルっていうのが目当てじゃなくて、実は、うん、日本最後の桃源郷と呼ばれた場所がここにあります。その名も生駒新地です。そうなんや。日本最後の桃源郷って言ったら綿鹿の島。あ、なんか聞いたことあると思った。そうやったやん、うん、そう、うん、だから遊郭やん。歓楽が色町がこの言うたら由緒正しきお寺に行く参道にあんねん。え、そうなんや。うん、しかもその大正4年とかからあんねん。しかもその当時の料亭、うん、まあ言うたら飛びたみたいな、はい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 、料亭とかがまんま残ってんねん、その装いが。へっていうのがあるんで、うん、これはめちゃめちゃ珍しいぞと、うんうん、いうわけで、不思議な気持ちは一切なく今回はジョーブログいろんなディープ社会見学をお届けしたいと思います。もうすぐそこやから行ってみたいと思います。でもはい、宝山寺駅出てすぐですけども、うん、綺麗な、うまいな、めちゃくちゃ綺麗。奈良の生駒の山やからな、うん、のどかな感じにそんな遊郭があるんかっていうところやんな。確かに実際だからそこ大正4年ぐらいからあって、で昭和30年前後は、うん、もう旅館だけで70軒とかあってめっちゃあるやん。そこに所属してる女性たちも200人とか。最盛期は。あ、大丈夫です。大阪？大阪です。大阪から来ました。なんでそんな人行くようになった？好奇心ですよ。行って、ほんで今そんだけのフォロワー持ってんねや。はい、もう LINE か何か入れたらポンってすぐ出てくるんや。あ、ジョーブログって調べたら多分出てくると思いますよ。機会あったら見とくわ。あ、はい、了解です。ジョーブログちょおもろいおっちゃんやったな。めっちゃおもろかったな。うん、急に喋りかけられて、うん、結構いろいろ喋ってて、なんか山上で小屋のなんか店やってるんですよ、ね、ちょ行ってみたいけどな、うん、でこっちは着きました。観光生駒、アジアの看板やな。ほんまやな、生駒旅館街。こっからだから旅館とか料亭とかが軒連なれてるあの新地の景色があるわけ。うん、でほら旅館なんですよ、うん、これもう看板自体いつのやつ。古いな、確かに。めちゃくちゃ古い。でほら宝山寺に続いてるやん。ほんまやほんまや。で宝山寺で参拝するってことやねん。ほら大和と結構なんかだから未だに数軒空いてる店あるらしい、ね。あ、そうなんや。空いてる料亭があるらしい、ね。ちょっと一回行ってみようか、うん、で今回やねんけど、うん、実はこうやって、まあ、料亭があるわけじゃない。はい、予約してます。え、あ、マジですか、料亭。うん、めっちゃいい。まあ、女性と遊ぶわけじゃなくて、はい、飯を食うっていうので、そこで実際にその当時使われてた料亭を、うん、カフェみたいにランチ食える場所がある。それ視聴者さんからの依頼やねん。飲みたいと思います、はい。こんばんは、はじめまして。奈良の生駒新地は行ったことありますでしょうか。昔の遊郭の建物を使っている内野便宜というお店が雰囲気もいいですし、
お料理もビーガンなのですが、ビーガンって食べ応えがあり、とても美味しいです。レゲエ風のご夫婦がされているお店なのですが、昔の営みがあったお部屋の雰囲気を残したままおしゃれにされていて、なぜかとても居心地が良かったです。隣もですが、現在も営業されている遊郭旅館が何軒かあり、割と玄関をオープンにされているので中がちょろっと見えると、で、若い男性と塾長が対面しているところを目撃してしまったり、起き上がる旅館まで歩いていく女性を見かけたりもありました。とても静かなところでランニングしている人や子供とかもいるので不思議な空間です、不思議よな。もし機会がありましたらよろしくお願いしますと、はい、というわけで来ましたよ、あなたのご依頼でまた、はい、今回生駒新地、今からちょっと覗いてみようか、でもここ降りていったらそうなんや。あ、そうなんや。もう旅館見えてるやん。あ、ほんまやほんまや、点々としてんな。めっちゃ気になる看板見つけた。見て、天王院断食療養所。何これ、何これ、バリ気になる、パッとネットで見てんやろ、今臨時休業なんか。でもなんか口コミ痩せます、びっくりした時間がありますよ、大体。ほんまに断食すんねやじゃん。まあとりあえずでもそれは問題じゃないかって行ってみようか、ここからよいよ生駒新地、この階段じゃあ降りていこう。はい、ちょっと待って、のどかすぎて、なんかそういうスポットって感じが全然するのに、確かに、なあ、この景色壮大な、のどかすぎる、で、今のところ人っ子一人ない、この感じ、なんかちょっと温泉街的な景色もあるな。ああ、確かに、なあ、これ下っていって、宝山寺っていうお寺があって、その宝山寺に行く参道に結構軒連れてるみたいな。この建物とかもやってないから、めちゃくちゃ古いな。売店やったよな、ここになんか並べて果物とか、でも温泉あったっぽいな。ちゃうわ、温泉のもんが売ってる。そうや、そういうことや、そういうことや。あ、ここなんかでも旅館が見える。うまや、静かな料理旅館、ここもそうやったんや。18歳未満の方が見えてん。え、うまや、お断りしました。うまや、これが書いてあるのが、まあ一種そういう自由恋愛スポットとか、飛田と同じようにそこの料亭のおかみさんとたまたま恋に落ちて、そういうことになるっていう設定やな。めっちゃアジアル感がある、そこにちょっとアーケードあるからそっちから行くか、すごい風情あるな、なんか昔古き良き日本って感じの、すごい、観光行こま商店通り。商店っていうのは商店様のことで、まあ、いわゆる仏教の守護神の、そう、人で、この宝山寺、こっからが宝山寺の参道やな、一回ちょっと登ってみます、こっからがもう参拝道になってて、ここずーっと登っていったら宝山寺っていうのがある、でそこにさっき言った、商店、商店さん、仏教の守護神が祀られてるっていう。で、その宝山寺はいろんな運が良くなると、金運やったりとか、まあ、あと夫婦和合とか良縁とかいろんな運が良くなると言われてて、でそれはまあ言ったらその商店さん、仏教の守護神が換気伝って言ってあらゆる願いを叶えることができると、めちゃくちゃいいことの言い伝えがある、だから由緒正しきこの参拝道なんです、ちょっと登っていこう、参拝するか、あの牛なんですこれ、ちょっと開いてみよう、扉に多分誰もいる、そう、中の方に誰もおらんして、扉やったらおったりするやん、そうですね、そう、玄関のところにだけど、まああそこ入って、ごめんくださいみたいな、すいませんって言ったらおかみさん出てきて、で、今日は遊べますかって言ったら、遊べるよって言ってくれたら、置き屋から女の子を手配してくれる、へぇ、参拝道やからな、でも真ん中歩いたらあかんねん。あ、そうなんですか、真ん中神様の通り道やから、あー、それ端っこあるから、端っこあるから、みんなあの真ん中に手すりついてるから、みんな真ん中歩いてる確かにこれ持つやろ普通やろ、でもなんでここまっすぐで宝山でその参拝道に、ああいうな、恋愛スポットがの料理旅館ができたのかところやん、確かに、だから明治期の時にまあ言うたらみんな参拝するわけやん、宝山で、その後にみんな行ってたらしい、あ、終わった後に、そう、終わった後にでも本来は精進落としって言って親族が亡くなって、で、墓中に入るやん、49日、で、49日の期間って亡くなった人をいたわるじゃないけど、その上等へ行くように願うわけやん、その時に魚とか肉とかって食うたらあかんねん、で、その時参拝禁止やん、神社とか寺とかにも、49日終わって意味明けって言うねんけど、その意味明け、49日終わった後はもう何でも食べていいですよ、で、みんないろんなとこに遊びに行くわけやん、だから参拝もしていいわけやん、だから参拝しに行きます、で、参拝終わった後にみんな、なるほどな、
だから明治期からそういうことで保山寺の参拝客たちがどん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 新地に消えていったという、うん、なるほど、うん、だから保山寺新地とも言うの生駒新地とも言うし、ずっと続いてるな、えぐいなあまあまあしんどい、数軒空いてるとこあるな、ちょっと空いてるとこ見に行こうか、ね、うん、何個か何個かちょっと通り過ぎたから、うん、コマやの有名やの大和コマ空いてる、うまい、うまい、空いてる、基本的にパン入って60分で2万円120分で2万7000円、うん、宿泊もできる、勤まりと5000円安っ、で女の子付き合ったら4万4000円で女の子に食事も一緒についてきたら7万あいう高いな、うん、ただ宿泊、女の子付きの宿泊は、うん、まあ、常連のみだし一元さんを断る、ああなるほどね、宿泊ってなったらそうか、うん、これかって書いてたんですか、これはだから昔から、うん、続いて現存してるってことやで、うん、うん、普通改修工事が行われる、うんうん、まんまの、これ自体は有形文化財と言っても過言ではない、確かに確かに、うん、まあただやっぱ年齢は 4,50 の人が来る、うん、で自由恋愛をすると、うん、自由恋愛の前後に混浴、あ、そうなんや、そう、まずお風呂に入って、うん、で背中を流してもらって、で自由恋愛してで終わったらまた自由恋愛、あ、終わったらまた2回3回、うん、終わったらまた混浴してって感じらしいです、詳しいな、詳しい、調べと一回行ったわけちゃうんで、あ、そうか、そう、飛び台ってことはそんなこと言わんでいいすぐもう普通のリアルを話してまうんだけど、言わんでいいことは言わへんでいい、うわーでもなんかすごいな、未だにやってるみたいで、うん、あ、そうなんや、うん、空いてるってことはやっぱそういうことない、卓球とかもそうやし、空いてるところはやってるって、うん、うん、ちょっと降りていってみようか、じゃあ、こっち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 、ここはでも多分もう廃墟みたいな、あ、そうですね、窓ガラス割れてるしな、どん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 衰退していってるっていう感じかな、うん、でも外からって全然雰囲気が感じるな、うん、あ、ここがやうまい、空いてるやん、営業中ってなって、うん、だから中入ってって感じかな、うん、へえ、でも素泊まりで5000円で泊まれるわけやもんな、俺泊まってみたいもんな、うん、全然いいんじゃないですか、うん、なんかそれやらせたなしで、うんうん、なんか一種の勉強として、うん、社会勉強として、うん、いいと思う、いいと思う、うん、泊まろうかな、おう、いいんじゃないですか、うん、それは考えられる、先にヤマトの横ここやん、ナイアビンギーまんま料亭の感じ残してんな、ね、建物はちょっとだけ付属品つけたみたいな、うん、でそういう使い方めっちゃええやん、うん、なあ、うん、その昔の伝統をまた違った形でこうやって活かせるって、うん、で自然菜食やナイアビンギー、俺野菜いっぱい好きやから、うん、普段俺一人の時だって鍋しか食わんみんな知ってるそれも、うん、でここ完全予約制みたいで、うん、今回許可取ってるんでちょっと1回は撮影したらあれみたいな、うん、なんかあの他のアートギャラリーとかの、そう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 、で他のアーティストさんの展示物とかがあったりするみたいだから、うん、ちょっと入ってみたいと思います、ジョブロック、ちょっと1階が撮影 NG やったから、うん、2階撮らせてもらって、うん、ここテラスとかね、うわ景色やばい、景色やばいな、でこうやって各部屋に畳の部屋とか、うわ、分かるわ、こういう感じ、分かる、うんうん、料亭の確かに扉の感じ、旅館の感じ、めっちゃ部屋あるな、ここ、これや、はい、楽、僕らそういうだから昔はここでそういう営みが行われてたってことやろ、うーん、うわ、すごい、めちゃくちゃ部屋やん、うん、てか、ギャップすごいな、うん、歴史背景とのギャップがすごいな、うんうんうん、で、結構歩いてる人らとか子供とか、うん、家族とか、うんうんうん、カップルとか多いっすね、ちょくちょくちらほら歩いてんねん、うん、の中にあの感じがあったってことですね、うん、でこれランチコースやな、決まってるはず、決まってるな、楽しみやな、どれ、あ、これかだから、うん、めちゃめちゃだから体にえ、うん、で持ち帰り品もあって、うん、で酒とかもあって、ほんまや、うん、すごいいい生かされ方してて、うん、これからこの通りとか流行んで、うんうん、さっき見た料亭とかが衰退していってさ、うん、ただこうやってリノベーションされて、うん、リニューアルで別のお店になっていってるっていう状況や、うん、かわいいね、お着物たちが、うん、バリ落ち着くやん、うん、今日のこの感じ、ちょっと想像してまうけどなその当時のだからあそこに似てるな、
飛田の。ああ、太陽市役場。そう、太陽市役場に似てる。あそこも昔実際その遊郭として使われてた建物を生かして宴会とかできるような鍋とか食えてって感じになってるやん。しかもその当時の建物をそのまま生かして、確かにまんまな、その感じやな。だってなんか自然となんか声が穏やかになる。というわけで、はい、まず1品目の前菜が来ました。はい、いただきます。はい、うん、シャレてるっすね。うん、リンゴの酢のジャムって言ってた、ね、うん、うん、よく混ぜて言ってた、うん、で、これ柚子のジャム、なんかラスクの上に柚子のジャムにかぼちゃの種のって、うん、ビーガンランチみたいなのが初めてすぎて、うん、ちょっと分かれへんねんけど、いただきます。リンゴの酢、めっちゃリンゴの酢、ね、そのまんまゼリー、うん、あ、酸っぱ、めっちゃ酸っぱ。食前酒みたいな扱いかな。うん、多分胃がキリッてすると思う。絶対すっきりすると思う。うん、これがラスクに、ラスクに柚子のジャムに、あ、さっぱりするわ。うん、うん、天才。いい感じ。うん、天才天才。なんて、ちょっと待ってよ、すっごいもん来たね。びっくり。これはこれえぐない、うん、全部野菜ベースなんやな、これ、うん、うん、だから肉一切入ってないってことやろ、うん、これちょっと説明していってわーって言ってたけど、ちょっとチェアメモってくれたやろ、うん、メモらしてました。どんな感じ。真ん中はとりあえず竜田とかかぼちゃの揚げ物で、うん、天ぷらで、上はグラタンで、その右があの自家製ソースのドレッシングの野菜、うん、で、そのもう一個下がごま豆腐だかな、確か豆乳や、豆乳、うん、で、もう一個その下がピクルス、もう一個その下があのごぼうのスペアリブって言ってたの、言っとったな、うん、で、その横が、蒸しナス、うんうんうん、で、横がお漬物、うん、で、その上がアフリカンシチューって言ってたな、うんうん、豆の、うん、蒸し野菜とご飯、とご飯がごまの農薬の玄米、うん、塩麹スープ。すごいよ、すごいフルコースや、ほんまに彩り緑や、ね、うん、彩りがすごいよ、うん、僕のした単純作業がはい、静かにしよう。そうですね、結構部屋入ってるから。そうですよね、満席ぐらいの感じで、感じやな、うん、でも完全予約制やね、うん、うん、いただきます。はい、ちょっと塩味ついてるわ。うん、うん、あのお赤飯みたいな。おー、確かに色も、うん、ぽいっちゃぽい。どれからこう、そう、どれからいく、うん、ね、え、ま、これ何のとつあれって言ったっけ。肉みたいな食感するんだよ。あ、肉じゃないけど、あ、大豆や。あ、大豆か、大豆のたつとあれか。うん、肉みたいな味するわ。すっごい綺麗だろ。うん、へえ、すごいな。うまっ、最高やん、うん、ここフルーツめっちゃいいし、うん、ゆったりできるし、これ、うん、だってこれ大阪の俺らまあ西成から来たけど、うん、車やったら30分やったよ、うん、高速で、うん、で、電車でも40分ぐらいで、うん、来れるから、うん、で、都会の喧騒こうちょっと見えるかな、こんな忘れれてそう、めっちゃ綺麗、思ってるディープな雰囲気も全然せへんかったな、うんうん、ちょいちょいああいう建物あるけど、うん、それは全然感じさせへんな、うん、むしろなんかミックスし合って緩和してるというか、うん、もうピースフルな感じの雰囲気させへんな、ね、うん、まあだいぶ衰退してるからっていうのもあるけど、うん、で、かつこういう古民家を利用したカフェとか、うん、ご飯屋さん、なんかハンバーガー屋さんとかみたいなのもあったりとか、うん、あのインドカレー屋さんとかもあったな、あったな、うん、結構だからエスニックな層の人たちが多分始めてるわ、うん、経営を新たな、うん、そういう昔の料亭とかを、うん、しかもだから言ったらちょっと一回食べよう、うん、口ばっか動いてまおう、これね、誰に、先生に怒られるか、小学校中学校の時とかもずっと怒られてたから、喋りすぎや早く言うて、うん、うん、まっ、ああ、うん、アフリカンシチューや、分からんやろ、俺らは分かる、分かるっすか、俺らは分かる、あぶれで食って味っすか、じゃあ味する、おー、なんかやっぱ豆、
うん、豆が先に来る感じ、なるほどなるほど、その後に味が来る感じ、あの感じがわかるやろ、うん、言いたいことはわかる、でもおいしい、うん、でももっと日本テイスト、結構なんかやっぱ繊細な味がする、うん、これ気になるな、うん、ごぼうのスペアリブ初めて聞いた、うん、ごぼうのスペアリブ、どんな感じなの、めっちゃ柔らかい、とろっとした肉のように、で味付けがスペアリブみたいな、うん、これ気になる自家製、うん、ドレッシングで作ったサラダ、これバックッといきたいな、うん、うん、うわっ、このドレッシングバリうまい、やばい、うん、俺ごまドレ好きやねんけど、うん、あれ超えてるわ、マジっすか、うん、それエグいな、エグいやろ、うん、でめっちゃうまい、味で言うと近いけど、うん、そのごまドレとかに、うわいいな、このドレッシングあったら畑とか行ったらもう一生かけてんで、すみません畑のおばちゃんとかかけていいですか、かけて一生食うてる野菜、森とかいける、うん、サバイバルやりたい方だよ、いける、うん、葉っぱとかにこうやっていや、やばいわ、ちょっと想像超えてるわ、うん、マジでな、あー、さっぱりしてるわ、うんうん、やっぱ味付けがほんまに彩り緑やわ、うん、うん、彩り緑ってね、いや、まあまあ、なんとなくわかるよ、言いたいことはわかる、うん、味付けもほんまに全部が違うから、うん、すごい面白い、楽しめる、うんうん、それも、なんですか、宇宙人の小指みたいな、やばいね、食べにくいわ、どんな味ですか、沖縄のもずくの天ぷらに近いけど、もうちょいちょっと肉を肉感じて、じゃあもずく肉って名付けば俺はこいつを今日は、あ、でもキノコ系やな、あ、舞茸、うん、舞茸って言ってたような気もする、これ今食ったら舞茸っぽい、うん、うん、絶対舞茸や、うん、キノコや、うん、ごめんな、適当なこと言った、もずくとキノコは全然ちゃうやろ、わかるやろそれは、いや見た目で言ってんだろ、これグラタン、グラタン、お、これちょっと熱いよ、グラタン、いただきます、あー、うん、うん、なんか、うん、なんか野菜だけでいけねんな、うん、料理って料理次第では、うん、うん、俺結構肉食やけど、うん、でもなんか子供の時焼肉行くんが一番最強やったやん、うん、ねえ、うん、1回2回とか、うん、うわーってワンカルビとか、うん、もう肉でもうって、あ、ワンカルビ悪いなって感じやったやん、うん、やけど大人になるにつれてやっぱちゃんとお金を持つようになるわけやん、うん、飯食いに行ける、うんうん、焼肉が多くなっていくわけやん、うんうん、前回のレディゴー、東京のレディゴーの1回って、はいはいはい、焼肉屋やって毎日行っててんやん、うん、俺毎日ってか焼肉自体はもう今日はええかなってなってくるやん、うんうんうん、だからやっぱ野菜好きやから、うんうん、鍋めっちゃ好きやから鍋の時にほとんど肉いねへんねん、うん、もう野菜だけなんや、うん、けどこんな楽しみ方あんねんな、うん、ビーガンの人らはこうやって楽しんでんねんな、うん、でも肉はやっぱ欲しいけど、うん、今これ毎日やっていけるわ、うん、うまいわ、でこののどかさがまたよりこの野菜たちを際立ててるわ、うん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 、しかもこの歴史背景を知って食うっていうのがいいやん、あ、確かにストーリーが準じてるから、うんうんうん、なんかよりここになんか思い入れができるというか、うんうん、食べ物とか見えることとかに対してとか、うんうん、でやっぱこう知識ってやっぱ経験と連動させるのが一番の楽しみやな、うんうん、感動がもっと伝わってくるな、だってこんなん有形文化財みたいなもんやん、うん、確かにそんな昔からの建物やったらね、うん、太陽市役場もあれ有形文化財になってるやん、あ、そうですね、うん、だからここなってもおかしくないぐらいの建物やから、うん、大正ロマンの、うん、遊郭とかも、まあ、立派な言うたら昔からの古き良き建物でさ、うん、伝統がこういう形で受け継がれるってめちゃくちゃいいなって思うわ、うん、だからここに美女とデートできたら二度楽しめるってことやろ、どういうこと、料亭でちょっとこうハスハスした気分でこの料理をここでそういうことが行われてたんだなみたいな感じのことを喋りながらちょっと感じの言われてそれ言うわなそんなこと今話せないでよ昼間からいやねちょっとちょっとおねえな女役やからねうまいわ、あ、これ忘れた、塩麹スープ優しい、全部優しいんやな、やっぱ、うん、優しい人じゃないと作られへん、うん、優しい人じゃないとビーガンになられへん、うん
やっぱ肉食のやつってなんか乱暴そうやん。まあまあイメージそうやな、確かに。なんか乱暴に体を扱ってきそうやん。なんでちょっと乙女入ってるのなんか包んでくれる感じがあるな。このテーブルもまた味やし、うん、全部が味やで。そういうやっぱり情緒を感じるっていうのが日本の心としていいな、日本人として生まれてよかったなと、うん、思いますもん、本当に。ちなみに食べてくれ。食べます。いただきます。美味しかったです。はい、ありがとうございます。なんでナイアビンギって意味なんですか？オーナーがレゲエが好きで、はい、ナイアビンギってみんなが集まって太鼓を叩く儀式みたいなのがあるんですけど、はい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 、人がたくさん集まるようにっていう。あ、なるほど。あ、はい、そういうことですね。みんな集まってってことですね。はい、そうなんです。失礼します。お茶の準備していきます、ね。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。めちゃめちゃうまかったな。うまかった、ほんまに。で、結構入ったんだな。うん。これ、女の子結構ぐらいちゃうかもしれない。あ、まあでも女の子先のランチに命かけてもん。どういうこと？プロコミットでいるもん。パッて来て食う感じやったら結構朝昼いつも食わんから。ああ。120%、うん、満腹。ちょっと喉かすぎるからちょっと。はあ。で、確かに。パーちゃん家来たみたいな。東京とか。で、食後のなんかドリンクもあるみたいだからコーヒーとか。うん。ちょっと散歩して、うん、最高やな。うん。ジョー君、ジョー君、来たよ。寝てるやん、もう。え、寝るな。うん、めちゃくちゃ眠たい。うん、めちゃくちゃ眠なる、これは。うん、で、何だっけ。アイスコーヒーと黒糖とバナナの。あ、そっかそっか。何？え？いいんちゃう？何が？あかんよ。十分、うん、取れたやろ。取れてるけど、まだもうちょっと。も行って説明もしたし、町の、うんうん、寝てるやん、もう頭。え、その最後だからごちそうさまですっていう。あ、やつか、うん、やつかって。ちゃんと言ってほんまにエグいで、こうめっちゃええ、うん、詰めるような、うん、こんなにゆっくりとして今の数十分間過ごした、うん、あの数十分の価値エグいな、うん、あれだけのために2000円払えるな、うん、いただきます。何コーヒー？アイスコーヒーじゃないですか、普通の。ああ、渋い、いいやん、めっちゃいいやん。豆がめっちゃギャーンってくるわ、うん、デザート、黒糖とバナナって。デザートまであんねんな、うん、くるみか、うん、これパッパパッペッて出てくるやん、うん、なんかご飯の後のこのデザートのマーも結構あってん、うん、ご飯を下げるまでのマーも結構あってん、うん、だから俺ら今滞在時間1時からやから1時間半ぐらい、うんうんうん、でほんまにゆったりしてん、うん、1時間ぐらいかけてゆったりとあのご飯を食べて、うん、そしてゆったりと2、30分かけて休憩してあ、いいなーって外子とか風の音を聞きながら、うん、でぴったりと今コーヒーを飲んでると、はい、最高じゃん、うん、ほんま。だから都会の喧騒を忘れさせるっていうぴったりのワードだわ、ここに、うん、都会の喧騒を忘れさせるスポットに認定します。勝手に認定したナイアビンギを、うん、それのことをこれからナイアビンギルっていうだわ。なんかちょっと忙しく増やしない大阪や東京とかの旅動画とかで報道されすぎたらなって思うな、うんうん、ちょっと最近もうバタバタしすぎちゃう。じゃあちょっとビンギロかと略してるよ、もう。最高だね。やっぱこんな風にな、時代が移り変わるとともに変わっていくっていうのがいいな、うん、衰退とともにまた文化が生まれると。うん、ビンギってる、ビンギってる。わからん、だからめっちゃうまいんだけど、うん、あれコーヒーには何だろうな、これ。ゆずジュース。ちょっとこのまま俺旅館で寝ようかな。まさかの5000円やし、泊まろうかな、うん、いいじゃないですか。いいかもしれない、全然いいっすよ、うん、さっき帰ってきますか。うん、ちょっと出てから一回考えるわ、それは、うん、えちょ、良すぎるでしょう、うん、ほんまに、うん、なんか心温まった、うん、この後最後、うん、なんかお電話いただいたお電話代ですって電話予約したから、うん、その電話料金代を最後これって、うん、でまたお待ちしております。おお、いいやん、素敵や。電話代なんて初めてもらったな。ジョブロック、さすが鉱山寺。
だからね、まあ、うん、あ、めっちゃ長かったほんまに、え、まだある、え、ほんまや、ここで、ここで終わりや思った。これは運用なるわ守護神が祀ってあるだけあるわ、仏教の。じゃあお邪魔させてもらって、うん、お賽銭入れて、うん、ほんで帰ろう、うん、書いてある漢字伝、漢字伝とも呼ばれてて、あらゆる願いを叶えるっていう。じゃあお邪魔します。危ない。 OK、 めちゃくちゃ願ってますね。願ってましたね。すっごく大事なことを願いました。みんなのクソゾンに思います。みんなのことも言っといてください。大丈夫、共同日の視聴者は守護神がついてます。ありがとうございます。じゃあちょっとせっかくこうゆったりした時間過ごせたし、うん、ちょっと俺は最後サクッと泊まって、うん、今日はゆっくりしようかな。あ、もうそれはどうぞ、うん、いいと思います。お前どっち？僕はもう帰りますよ、このまま大阪。大阪に帰るで。あ、大阪に帰るの？はい。どうぞ。え、明日どうするんだ？明日は大阪っすね。大阪か、うん、大阪待ち合わせ。はい。あ、先帰っとくっすわ。だから適当に。またじゃあフラッと、まあ、チェックアウトして、うん、何回したら OK です。また連絡で。うん、OK、 はい、お疲れ。お疲れっす。のぶっこっちなんで。うん、OK、 よしよし。そうだ、ほだ、またおです。はい、手おいやりたいことに